今朝、旭川市の住宅に乗用車が突っ込み運転していた高齢の女性が軽いけがをしました午前7時半ごろ旭川市八条通り23丁目で車がカーブを曲がりきれずに家に突っ込んだと通行人から消防に通報がありました警察などによりますと運転していたのはフリーペーパーを配達中の70代の女性で女性は軽傷だということです